次は土浦です。こんにちは、しおです。お待たせしました。サイクルボールシーズン2周期から、追加されたつくいちを走っていきたいと思います。筑波山一周ですね、やっていきたいと思います。茨城県の土浦駅から輪行できたんですけども、土浦から15キロくらいというわけで、まあ割とそんな距離ないんですけど、ラスト2キロくらいでいきなり上り坂でから出てきたりして、まあ最初からつくいち始まってないのにヒルクライムをやるって先行きが不安な始まり方でしたけど、つくいち行きたいと思います。途中公園の案内があったんですけど、カブトムシコースっていうのがあって、おとてもとても魅惑的な道でしたね。息入れ公園から、の景色はこんな感じで、下にちょっと集落が見えるの分かりますかね。こんなところにも集落があるんだっていう感じで、まあ山の中から見る峠というのもなかなか美しいもので、というわけでサイクルボール、つくいち回っていきたいと思います。それでは、行ってみましょう。チェックポイントのところに着きました。 JA 八郷柿岡直売所というところです。店内は JA の農家さんからの仕入れた新鮮なお野菜があると思うので、結構車も多くて、結構地元の方に愛されてるお店なんだなと思いました。まあそうですね、ここまでは茨城なんで平坦って感じですね。最後ら辺に筑波山ちょっと登るって感じなんで、まあ道もこんな感じでかなり平坦なんで、まあ引き続き頑張っていきたいと思います。それでは頑張っていきたいと思います。途中経過になります。石切山脈というところに来ました。こんな感じで完全に広がる山々、まるで自然を表す象徴のかのような感じですね。そして下を見てみると湖のような水たまりが見えます。これは情報によると湖ではないみたいですね。なんか、
採石した際に大きな穴を掘ってまして、そこに雨水や湧き水が溜まって、水が溜まったということで、こんな感じでカヌーも見えましたかね。やってる人がいるみたいで、まあそういうアトラクションもできるという感じで、まあ足をまたがって、まあ結構少しアップダウンがあったなという感じはしました。全体としては100キロのうち、35キロ走ったということで、まだ3分の1というわけで半分以上もあるということで、まあまだ頑張っていきたいと思います。それでは行きましょう。ポイントです。万引き観音に着きました。万引き山にある神社お寺、寺社ですので、まあ結構山登ってる感じですね。という感じで寺社の見えますかね、あそこに鳥がいるんですけどね。ちょっと今鳴いてるのはちょっと木に隠れちゃったんですけど、ちょうど木の間にいますね。まあそんな感じで、なんかここは鳥もいっぱいいるみたいで、まあ山に登ってきたっていう感じですよね。で、向かい側にはなんか公園みたいなのがあるみたいで、こんな山奥に子供の声あってここ地元の方なのかなとか思ったんですけど、まあ多分そうでしょうね。天引き観音です。この鳥の鳴き声が聞きたい方、天引き観音行ってみてはどうでしょうか。楽しめると思います。今12時半過ぎくらいなんですけど、結構お腹が減ってちょっと昼が辛かったっていうのもありまして、桜川市街にちょっと降りてお昼ご飯食べようかなと思います。距離は50キロ過ぎたということで、あと半分を頑張っていきたいと思います。次目指すのは筑波山ですかね。それまで頑張っていきたいと思います。それでは。中継家です。個人的に福井市の一番醍醐味であるつくばプリンというところに来ました。ここでミニソフトっていうものを頼んだんですけど、見てくださいよこれ下がプリンになってて、ソフトクリームが上にあるっていう、なんとも芸術点の高い感じのプリンですね。いやーこれびっくりです。いやこれを今から食していきたいと思います。さっきお昼ご飯食べたんですけど、とても美味しかったです。ありがとうございましたアジフライ定食食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。お腹いっぱいなんですよね。いや途中ご飯食べきれないかって思ったくらいです。まあデザートって意味合いのこと、あー溶けてきちゃったんで、スクワップリン食べます。それではまた次までお会いしましょう。
ポイントです。西小庵に来ました。ここではまあハンバーガーが有名らしいんで、ぜひ食べてみてください。僕はお昼食べたんで食べません。こっから筑波山のロープウェイが近くにあるんで、僕は登りませんがスルーします。近くにその筑波山の神社大社みたいなのがあるんで、そこにちょっと観光がてら行って峠を登って下っていきたいと思います。距離はおそらく70キロ超えたんじゃないでしょうかね。また続きやっていきたいと思います。途中経過です。茨城フラワーパークに着きました。100キロ中87キロということで、まあもう少しでゴールというわけで、もう一踏ん張り頑張っていきたいと思います。筑波山のところなんですけど、まあ正規コースかわかんないですけど、風返し峠のところまで登ったんですね。そっから峠を下るんですけど、その時の峠が体感勾配 20% くらいあるんじゃねえかってくらいの急勾配で、もうブレーキ必須って感じでしたね。まあ結構危なかったし、車と正面衝突しそうになって、タイヤがスリップしたってくらいなんで、まあ本当にもうワンちゃん下り坂で死ぬかと思ったんじゃないかみたいな感じだったんですけど、まあなんとか生きることができました。まあそんなわけで、あと数キロ、13キロくらいですね、頑張っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。お疲れ様でした。筑一一周終わりました。現在時刻が5時過ぎということで、スタートが10時なんで、7時間回ったという、まあ100キロに7時間はちょっと使いすぎかななんて思ったりしたんですけど、まあそうですね、休憩がなかったです。はい。いやーでも疲れましたね。コース自体はもう筑波山の風返り峠でしたっけ、あそこがもう一番辛かったですね。もう登りで、結構体力的にも自分なかったんで、ほんと時速10キロくらいしか出なかったんで、いや相当体力も時間的にも持ってかれましたね。5時過ぎに到着して、でここの施設の営業が4時半までだったんですけど、電話したところ、職員さんがとてもありがたい対応してくださいまして、閉館ご覧だったんですけど、鍵開けてくれて、つぶじサイクルボールを、ゲットすることができました。いやー、本当に職員さんには感謝でいっぱいです。そんなわけで、無事、筑一が終了いたしました。いや、もう駐車場には車をいらずに、車がもうなくて、外の景色も今日は曇り空で、
平地が少し見える感じですね。朝と同じ景色ですね。上にはハイキングコースがあると。というわけで、今度来るときは筑波山、ロープウェイ使って登ってみたいな、なんて思ったりしましたね。一番の思い出はやっぱり、ソフトプリンですかね。あれが一番美味しかったです。いや、本当にもう、まるでソフトクリームのエッフェル塔かのごとく、そびえ立つソフトクリームを頬張って、いや、とても美味しかったです。というわけで、また、次のサイクルボールを頑張りたいと思います。自分は残すところ、阿蘇一と、紀中一ですね。あと二つです。千葉県から遠いですが、まあ、なんとか頑張っていきたいかなと思います。それでは、以上、塩でした。また次回。バイバイ。